川勝慶氏は、戦国時代から安土桃山時代の丹波の武将。本姓は、旗氏で、旗川勝の後裔とされる。享禄4年、川勝広次の着難として、丹波に生まれた。丹波国葬殿軍、船井軍内を治療し、桑田軍今宮に住んで、室町幕府十三代将軍、足利義輝に奉公衆として仕えた。その後、十五代将軍、 足利義明と織田信長が対立すると信長に従った。天正元年、信長の命を受けた細川藤高に従って山城国の淀城攻めに参加している。天正4年からの明智光秀の丹波攻略には、よりきとなって協力し、次氏の手勢は、同じ丹波の国中の内藩ァ信長を掲げた写し、攻めなどで活躍して、信長により先行を称された。 天正十年の本能寺の変以降は、豊臣秀吉に仕え、同年九月九日には、着南、修士が、秀吉より、丹波国イカルカ軍内で3,535 35国を与えられている。慶長三年、初めて徳川家康に越見し、秀吉死後は家康に仕えた。関西重州諸家府などでは戦術の通りだが、戦国人名辞典コンパクト版によれば、 関ヶ原の戦いでは西軍に加わり、所要募集された。慶長7年3月21日、72歳で死去。ありがとうございます。